はいどうもピョキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきましょう。え、全員 A 隊の人じゃんって言ってもね、 A 隊の人でもきっと S プラス以上の強さの人はねたくさんいるから、気を抜かないでいきましょう。絶対上手い人いるから A 隊の人でも。よし、これじゃジャンプしていく。見て、今あの人しゃがみジャンプしたよ。見た、あのキノピコさっきしてたんですよ。いけるか、これは。落ち着いていこう。うっそパックンいつもタイミング良すぎですよね。待って、一番冷凍の上が一番冷凍上の僕が一番最後なんですけど、まあいいや。まあまあこのコース長そうだからね、中間ポイントもあったし。しかしラグい。あ、ルイージ帰ってきてる。ここら辺で一回アイテム取っておこうか。アイテムを舐めちゃ、アイテムじゃねえ、ゆっくり行こう。これ下って書いてるけど、ね、ああいうことがあるからランクが下の人でも絶対ナメプはねいけないんですよ。もうマジでバトルってどんな人が勝つかわからないからね。なんか目がない人2人いんな目がない人2人もいる。トール、グラス、パンパスパンパスってあれですよね、あのおむつですよね。僕知ってますよパンパス。よし、それじゃあバトル始めていきますか。これは上から行こう。あ、どんぐり、よっしゃ来た。一人でどんぐりじゃん、やったね。これどんぐり必要になってくるステージじゃないんかな。ちょ待って待って、よし、優しいなんでか知んないけど、あのキノピオ優しい。キノピオじゃない、キノピコね。ちょっと待って、せっかくどんぐり手に入れたんだけど、あ、待って、これどんぐりがないと落ちるパターンでもないねバリアセッタ、バリアセッタ、待って、バリアセッタとかいう方言出ちまってるで、このまま右に行く。待って、これはゴールなんじゃないんですか。よっしゃ来た、オッケー。待って、危ない、取れると思ったけど、あのキノピオブレーキしたね。いや、最近のみんなでバトルってさ、ゴール前で待つ人多いよね。まあ、待つ人っていうか、一番最初にまあ誰かいたら、2番目の人はねゴールを取らないでちゃんとね待ってるっていう姿が結構見かけるんですよね。優しい世界がね普通になりつつある、いい世界になってきたもんですねねえ、さてこれは僕は赤の土管ですね。落ち着きがないな、キノピコ。よし、多分これランって書いてるから走ろう。オッケーで、じゃん、よし、これは難しいと思うんですけど、よし、オッケーで、ジャンプ、いいね、落ち着いていこうか。針とかが結構危ないな。よし、これ1番じゃない、絶対1番じゃん、やったよし、2連勝か。今みたいなね、走るコース、走り続けるコースっていうのは得意なんだけどな。意外とね、ああいう早く行くステージっていうのは勝てる気がする。フラワーはぜひ取っておきたいな。一番には取れるかな。ここ、ここ。全然違う。まあいいや、まあいい。早く行った分勝ちでしょ、こんなの。フラワー取ったところでですよ。あ、フラワー。マジか。マジかよ。目がくらんだな。まあいいや、最初フラワー取っていこうか、これ。待って、金魚プクプク、今フラワー取ってたよね。無理じゃん、あんなの避けるの。よし、もう一回フラワー取っていこう。そしてこのまんま当たっていく。なんで、なんで、ちょっと待ってくれ。よし、すごいな、あのキノピオさん。うん、キノピコもすごいけどキノピオもすごいけど、キノピコもすげえな。さて、これはまたねみんなでバトリオコースですね。今日2回目じゃん。じゃあ僕は一番上の黄色の土管に行きますかって思ったけど、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、これ密集しすぎでしょこれちょっと待って、ありえないから、ありえないから。待って、何、え、何このキノピオ、なんでわざわざこっち来んの。え、恨みでもあんの、恨みでもあんのかマジで、マジで恨みでもあんの。よし、これ、これこそ落ち着いていくべきですよね。ちょ待って、ラグ、ちょ待って、ラグ。よし、うお、これだけ、これ赤行こう、赤、赤行こう。待って、赤、そっか、赤はマリオがいたのか。
ちょ待って待って、みんな来た、みんな来た、みんな来た、待って待って、キノピオはまずい。よし、オッケー、このまま、うお、あれ、え、これ難しいよね、ねえキノピオ。いや、よくわかってる、よくわかってるけど、さっきからね、俺のとこに来ないで歩いて行ってった方がいいんじゃない。ねえ、歩いて行こっか。最初は幸先良かったんですけどね、このまんまレートがね増えていって S プラスになれたらなって思ったけど、さっきのキノピオいる、タイムアップ狙うさん、多分実力同じぐらいと思う。自分で考えた1の1、さくらさん、可愛い名前してんな、さくらさん。アバターも可愛かったけど、さてさくらさんの作った1の1はどんなコースでしょう。まあ見た感じ普通の1の1ですけど、まあ、このまんま渡っ、うお、確かにちょっと違う、アレンジ感がめっちゃするけど、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ルイージがいってる。これは落ち着いていこう、結構難しいぞこのステージは。ゴールがある、ゴールがあるけど、マヌマヌ、待ってマヌ、ルイージ待って、一応キノコ取っていこうか。なんかね、絶対ここなんか当たりそうな気がするんですよね。さて、マリオも来ました。うっそー、マジかよー、もうちょっとじゃん。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。次はですね、この雪のコース、まあ、雪のコース僕結構好きなんですよ。見た目可愛いよね、雪のコースって。これ上から行こう、でこれ多分左と思うんですよ。そうそうそう、で次右ね。ナイス判断、いい判断でしたよ。まあこういうコースだと思った。そして次は右ね、でジャンプ、危ね、このノコノコパタパタが危ない。次は左、オッケー、で次右だと思います。何違った、みんな来てる、みんな来てる、騙されやがって。よし、このまま渡っていこう。結構近いな、余裕がないな、あんまり。オッケー、帽子かぶれた。そしてこのまま、帽子じゃないけどね、メットか、メットかぶれたのは大きいですよ。でこのまま渡っていく。よし、結構差がついてます。このまま1位を狙っていこうかな。ジャンプ、待って、しくった、ワンジャンプミス、ワンジャンプミス。何、そこにファイヤーがあるの。でもね、ファイヤーは多分いらないと思うんですよ、ここでね。マジかよ、ここでまだ中間ポイント、メットかぶってるから、まあ1回は当たれるんですよね。でこのまんまドアでいいか。そして次は右ね、オッケーオッケー。でファイヤー取っておこうと思ったけど、なーに、キノピオが来てるのか。よし、でこのまま左に行く。順位的にはなかなかいいと思うんですけど、このまんまねキープしていきたいよね。よし、まだ独走中、独走中で、これはえ、どっち、ど、多分ね下じゃない、こっちでいいと思う。早いけど落ちやがった。キノピオさん落ちましたね。うおー、ちょっと待って、やばい、キノピコが来た。余裕かましてる状態じゃなかった。よし、このままゴールで会ってくれ。やばい、これ接戦、接戦ですよ、接戦なんですよ。おっしゃ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 、よし、風に引っかかった、これでゴール、やったー、勝てました。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。次のね、みんなでバトルで、みんなでバトルの動画が100本目なんですよね。まあ別に100本目だから何をするっていうわけでもないんですけど、まあおめでとうって一人でね祝っておきます。それじゃあ次の100本目の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。